皆様、今日はお集まりいただきましてどうもありがとうございました。今日は急にこの記者会見というかレクを準備させていただいたといいますのは、昨日6時半付で最高検察庁の事務課から私の方に電話がかかってまいりまして、当会健全な法治国家のために声を上げる市民の会で、4月の25日付で出した告発状、これはもうすでにその時に記者レクもやりましたので皆さんご承知のことと思いますけれども、佐久間元部長、そして木村主任検事、そして大鶴地検事席、そして斉藤副部長、吉田元副部長、そしてを検察審査会に対する偽計業務妨害、そして田代正弘検事を、すでに田代検事に関しては1月の段階で虚偽有印公文書作成および行使で刑事告発しているわけですけれども、それに付け加えまして偽証罪、そしてさらに斉藤副部長、それから酒井部長に対して犯人隠避、これで改めて刑事告発をするという、この告発状ですけれども、この告発状が昨日付で最高検で受理したというお知らせでした。これは非常に私は注意を引きましたと言いますのが、一つにはこの田代検事に対する告発状というのはご存知のように知見回しになっています。さすがに特捜の犯罪に対して特捜ということは何だと思ったんでしょうね、刑事部扱いということにはなっていますけれども、ただそうは言っても東京地検の事件を東京地検で捜査するというそういう形だったわけですけれども、今回の告発状の場合は最高検が直接受理して最高検が捜査をするという形を取ったことです。このことは最高検が非常に事態を重く見ていらっしゃるという、そしてこういう言い方をするのが適切かどうか分かりませんが、地検に任せておけないというそういう判断を示したものだというふうに私は考えております。それからもう一つ重要な点ですけれども、通常このような告発の場合受理の通知連絡というものは一切ありません。これは私どもの会ではすでに前田恒彦検事を特別公務員職権乱用罪で刑事告発しておりますし、その後に田代検事も先ほど申しましたように刑事告発しています。そのいずれの場合でも受理の通知というのは一切いただいておりませんし、その度ごとに私どもも提出の時に確認を取るわけですね。受理したら教えていただきたいと。でその時にいつも同じ答えが返ってきまして、でそれはどういうものかと言いますと、受理については一切お答えはできない、いつ受理したということをこちらからお知らせするような、そういうものは決まっていないので、お知らせすることはまずこちらからお知らせすることはできない、通知も出さないということでした。ですから見計らってこちらからお電話をして受理したかどうかということを確認したら答えてはくださるけれど、向こうから通知をするということは一切ないわけですね。でこれに関しては検察審査会の申し立ても同様です。ですから巷でネットなどで出回っているその、検察審査会からの受理通知というものはもうそのことだけで偽物だということが分かるわけなんですけれども、そういう状況であるにもかかわらず、昨日に関しては最高検の事務局から、受理したという連絡がわざわざ私の方に入ったと。これは連休明けという時期に、最高検が非常に強い意思を持って私たちに、その私たちの告発を受け止めたという、ちょっとそういう意味ではあまり例を見ない強い意思表示であるというふうに考えました。そこでこのようなことがどう、もちろんこの告発に対しての受理ということではあるんですけれども、皆さんご存知のようにそれに少し先立ちましてゴールデンウィーク中にすで、に何社かの新聞で報じられておりますけれども、この陸山会事件の裁判資料である、報告書がネット上に流出いたしました。まさにこのネット上に流出した資料といいますのが、私たちが4月25日に出した告発状の中で問題にしていたものです。このご存知のようにこの4月の告発状というものは、これも皆さん当然お持ちと思いますが、もしなかったらうちの会のサイトの方からダウンロードできるようになっておりますけれども、そもそもこの告発状というのは、田代検事の虚偽報告書というものが、田代検事一人で
単独でやったものとは到底考えられないと。まずそういうことと、それはいくつかの理由があります。前にも申し上げましたけれども、そもそも報告書を検察審査会の資料にするということ自体が非常にイレギュラーなことであるということ、それから起訴後に取り調べを行うということ自体も非常にイレギュラーであるということ、こういうイレギュラーが重なるようなことを、まあ、1階の平検事である田代正弘検事が単独で考えて単独で判断してやったとは到底考えられないという、まあ、そういう事情と、しかもそれの内容が虚偽だったということから、これはもう初めから検察審査会を騙すという目的で、作った報告書ではないかと、これはもう1月 の、 告発状の時点でも指摘しておりました。そしてその後になりまして、まあ、何人かの識者の方、それからメディア関係者の方から、若干の情報提供をいただきまして、実は報告書は、田代さんのものだけではなかったという情報を、私たちは得ることができました。その具体的なものというのは見ることはできなかったんですけれども、ただ私どもが取材をしたり調査をしたものによりますと、その中には、副部長だった副部長だというか今も副部長の斉藤さんのものがあり、しかもその斉藤さんの報告書というものは随所にアンダーラインが引いてあって、非常にその小沢氏の嫌疑というものを強調するような内容のものであったと。で、日本経済新聞などでは、その実は斉藤検事自身が検察審査会で1時間にわたって、説明したということになっています。このことは公開されています。その説明の中では、斉藤検事は、検察審査会の審査員に対して検察の不起訴理由を、なぜ検察が不起訴にしたのかという理由を説明したというふうに報道されていますし、またその検察審査会と検察 の、 立ち位置を考えますと、当然そういう説明をしているはずなんですけれども、現実に その斉藤報告書というものは全くそれとは逆に、検察の不起訴がいかに、まあ、なんというか適当ではなかったか、小沢氏がいかに、まあ、限りなく有罪かというものを非常に強調したような内容であって、またそこに田代氏の報告書を引用した上に非常に各所に、まあ、アンダーラインを引いてその部分を強調しているような内容であるという、そういう情報ですね。もしそれが本当であれば非常に有しいことだと。でそのことに関して東海ではそのような報告書があるのは事実かどうかということを質問状でまず最高検に出しました。でお返事がいただけなかったので、まあ、そのことについて当然知っておられると思われる、斉藤さん、木村さん、大鶴さん、そして吉田さん、佐久間さん、この5名宛てに公開質問状というものをそれぞれお出しいたしました。でそれに対してもお返事がいただけないということなら捜査をしていただこうということで告発状を出したわけですね。それがその告発状を出すまでの経緯です。ですから決して私たちは、そのような報告書があるということは聞いていましたけれども、実物を見ていなかった。ただしこの告発状を出す前、4月の19日にファクタという雑誌がそれ以外の報告書についてのかなり詳細な記事を書いています。その記事自体も先ほど言った私たちが調査した内容を非常に裏付けるものであったと。この記事に自信を持って私たちも告発状を出したわけですけれども、その直後にまさにそのゴールデンウィークにその本物の告発状というものが全部にネットに流出したということですね。でこれについて、ちょっとこの経緯をかいつまんで、説明させていただきます。皆様のお手元にあるこの、こちらのこの2枚の紙ですけれども、これがまあ、メールのコピーです。でちょっとまあ時間経過的に言いますと、こっちのこの紙の方に書いてありますけれども、4月の29日の段階、つまり告発状を私たちが出しました。そしてそれが25日です。そして26日に小沢氏の公判がありまして、無罪という判決が出ました。でこの中で裁判官が非常にこの検察の捜査の在り方についてかなり厳しい批判をされたんですね。でそのことに答えるような形で4月29日私個人のブログ、下に、まあ、書いてありますけれども、この個人ブログでまあ、この丸括弧の中に書いてあるような形で呼びかけたわけですね。例の報告書がもうすぐ焦点になってきそうですねと。でとなるとすで、にもう噂の段階を通り越して大手メディア関係者の方はほぼ入手されているようですが、私にも誰か見せてくれないかなと。で私は噂では聞いておりました。ただ見せてはいただいておりませんでした。ということで、まあ、ダメ元でという形で、まあ、ブログで呼びかけたわけですね。そうしますと、その数日後5月
月2日、これはあの22時ごろですね、迷惑メールフォルダでメールを発見したわけです。ところがあのこのメールの方、時刻の方は、20時16分となっています。つまり私、市民の会の、アドレスに到着したのが日本時間の、5月2日20時16分だったと、それで私がそれに気がついたのが22時10時ぐらいということですね。そしてそれからあの、まあ、ちょっと1時間半ぐらい経って報告書を確認したわけです。これなぜ1時間半もタイムラグがあるのかというと、ちょっとまあ想像していただけると思いますけれども、まずこれを見つけてから、まあ、どうしようかちょっとかなり考えたわけですね。で最初は実はこれ迷惑メールフォルダに入っておりましたので、あのまあ、捨てるところだったんですけれども、あのこのご存知のように G メールというあの Google がやっているメールサービスはあの非常に迷惑メールフィルター機能が強いんですね。で時々強すぎてあのまともな普通のメールが迷惑メールに分類されて入ってしまっていることがあの時々ありますので、迷惑メールだからといって一刀両断に消さないで一応確認、まあ、することということを一応毎日しています。その中にちょっとこういうものがあったわけですね。でこのタイトルがロシア語だったので、実を言いますともうその段階でほとんど消しそうになってたんですが、たまたまクリックしたところ、まあ、本文が出てきて、そこにあのそんな長い文章ではないんですが、この下に私たちは日本の検察は多くの問題を持っていることを知っていて、ここであなたがしたい秘密文書を取得することができますという、妙な日本語が書いてあったと。で、これはまあだからどうしたものかと、かなり、悩んで、でまず私がどうしたかと言いますと、この上のロシア語の部分をあのインターネットの機械翻訳にかけたんですね。でそうするとその機械翻訳の、かけた文章というのがあのここに出ているものです。つまりこの、自動翻訳したら上の2行のロシア語というのは、こんにちは、あなたはファイルをアドレスに送信されましたと。そしてファイルのメガバイト数があって、でファイルをダウンロードするにはまあリンクをクリックするかブラウザに貼り付けと。でこれを見たときに私はこれはあのファイル共用サービスではないかと割とピンときたんですね。これあの日本でも、何だっけ、宅ファイル便とか、それから送りんぼとか、あの皆さんお使いになったことあるでしょうか。検索したらすぐ出てきますけど、ちょっとメールの添付ファイルに送るには大きいようなものをあの手軽に送るファイル共用サービスと言っていいですね。でそういうものがあの非常に一般的に使われていて、私自身そういうものを使ったことがあったので、ひょっとしてそれではないかと思ったわけですね。でそうだとするとこうあのまあ、何かが本当に私に送られてきている可能性が非常に高いと。でしかもこのリンクを見ますと PDF という、まあ、拡張書も入っているので文書ではないかと。でそこで、まあ、ちょっと、とはいえウイルスだったらどうしようとかしばらくあの考えて迷ったわけなんですけれども、とりあえず一旦あの自分自身の個人メールの方にこのメールを、まあ、転送した上でその、まあ、このリンクを、まあ、押したわけですね。そうするとあのこれあの実際確認されたら今でもあのそのサイトは開くようになってるんですけれども、ロシア語のサイトに出ます。ただそのロシア語のサイトというのもあの、まあ、そ思ったほど、まあ、ロシア語というのは怪しくはあるんですけれども、あの、まあ、なんか変な写真が出てくるとかそういうことではなくって、あのなんとなくこれはあの、まあ、ファイルをダウンロードサイトだなと思わせるようなものがありました。で数字を入れて認証する形になっていたので、まあ、数字を入れて認証してみるとダウンロードが始まったと。そのダウンロードしたものを念のためにウイルスチェック、まあ、そのダウンロードした書類というのがこの REP11 というあのファイルなんですけど、まあ、それをとりあえずウイルスチェックをかけた上で開いてみますと、50ページにわたる田代さんの報告書、それから木村さんの報告書、そして斉藤さんの報告書と、ワンセットが、揃っていたということですね。でこれで一応びっくりしまして、もう一つの方のメールの方のリンクもクリックしたら、そちらの方から、もう一つのメールというのはこちらの方です。私たち我々はさらに持っていると書いてあった方ですね。こちらをクリックしますと、石川さんの録音の、翻訳文というものが、全部出てきたと。でそういう、流れです。でこのことに関してすでにあの 何社かの、記者さんから、まあ、電話連絡で簡単な取材を受けました。その時のこととあの、まあ、ある意味同じ話にはなるんですけれども、全くあの私どもの方には送り主というものにはあの
見当はつきません、想像もつかないというのが本当のところです。それ以上にこのメールを受け取ったのが私たちだけであるかどうかということもわからない。もしかすると他にも届いていて、他のところではまあ迷惑メールフォルダに入っていたぐらいですから、迷惑メールとして処理されてしまったのかもしれないですし、あるいは、まあ見るからに怪しげですので、リンクをまあ普通は踏まないだろうなというようなこともあるかと思います。ただこういうものがうちの会に届いてしまった以上は、まず私としてはどうしようかと考えました。まずこのファイルが本物かどうかということを至急確認しなければいけないと思ったんですね。というのが、いたずらにしてはできすぎていると思いましたけれども、もしこの内容が捏造であったりすると、まあ、それをうっかり使用したりした場合も会員にとって非常にダメージを受けるということはあり得ると思いましたので、これの真偽を確認するにはどうしたらいいかと、またこれもちょっと、一晩考えたんですけれども、結局これはまあ、見ていただくしかないというふうに判断しまして、その上でそのリンクをまあ、私の個人ブログの方に貼りまして、皆さんで自己責任の上で確認してくださいという形を取らせていただきました。そして、その結果として、これは私の想像をはるかに超えていましたけれども、これがツイッターに流れると同時に、非常にたくさんの方がそこに一気に殺到して、大量のファイルのダウンロードが始まったわけですね。そしてその私のブログを見た、ブロゴスという、これはライブドアがやっている、まあ、何ですか、有名ブロガーとか、そういう方たちのブログの記事を集めてニュースサイトのようにしている、そういう、特サイトですけれども、そのブロゴスというサイトの編集長が、まあ、このファイルが本物かどうか確認してほしいという、まあ、呼びかけに応えて、有田芳生議員が、このファイル田代報告書は本物であるというふうに確認されたと、そのことで、まあ、かなり信憑性が高まったところ、夕方になって郷原信夫弁護士も自分の持っているものと同一であるというふうな、まあ、声明といったらですね、ツイッターで、まあ、確認してくださったと、そういうことから、まあ、これは全て本物ではないかという確証を持つに至ったわけですね。で、まあ、先ほど、まあ、これがなぜこちらに届いたのかということはもちろん全くわからないと言いましたけれども、ただうちの会というのは非常に特徴的な性格があります。それは普通の市民団体とかなり性格を異にしていると思うんですけれども、うちの会には事務所もなければ専従もいません。どういうふうに会員を集めているかというと、これはすべてうちの会はネットで完結しているんですね。最初の前田恒彦刑事の告発を開始する、その告発人を募集するというところから、つまり、一昨年の10月の末からうちの会は発足しているわけですけれども、そのすべてのやり取りはうちの会の場合ネットを通じて行われています。つまりメールとツイッターで作られた会だと申し上げて差し支えないと思います。そしてあとホームページですね。ですからうちの会の連絡というものはすべてメールとホームページに書いてあること、そしてツイッターという非常にネット色の強い会です。そして、お互い、幹事ですらお互いの住所というのは知らない。そして募集に応じて空いてる人が集まるという、そういう、まあ、特徴的な非常にネットに何て言うんですかね、依存したといえば依存していますし、ネットを利用しているといえば利用している、そういう性格を持っています。当然、まあ、私もある程度ネットに通じているというか、まあ、こういうことには比較的詳しい、それも含めてですから私のところに送られてきたのかなという考え方も、しないでもありません。ただこういうものが送られてきた以上、ちょっとまあ尺ですので、私の方もプロパティなどをいろいろちょっと調べさせていただきました。でこれはうちの会の方というか、うちの会に寄せられた情報として、まあ、私自身も別個に解析しましたけれども、このファイル自体は、一つほとんど、ね、分からないんですけれども、まあ、CD では分かることはこちらに書いてあります。ファイル作成されたのが、つまり PDF になったのが、2010年5月1日19時3分05秒という数字が出ています。つまり前日に PDF、おそらくこれオリジナルは紙資料だと思うんですけど、 PDF になっているのは前日だということです。しかもこれは日本で行われている。なぜかというと、後半のプラス9.00 というのは GMS、 要するに国際標準時間プラス9時間、これは日本ということを意味するので、このファイルが作成されたパソコンは日本時間に設定されているということです。つまりおそらく日本のあるパソコン、あるいはもし海外にあるとしても日本時間に設定されたパソコンであるということが分かります。
そして、まあ、編集日時も同じですから編集はされていないと。そして、そのクリエイターという、まあ、PDF にしたのが PDFAS というソフトなんですけど、この使われているのは2つのソフトです。 iText sharp 5.1.2 という、ソフト、それからこの PDFAS というソフトで、この2つのソフトはどちらも Windows パソコン、しかも割と新しい、Windows パソコン向けのソフトで、この2つのソフトもどちらもフリーソフトでインターネットで簡単にダウンロードして無料で使うことができる、そういう、種類のソフトです。ですから、まあちょっとここで特殊なソフトでも使ってくれていると、もうちょっとたどれるかと思うんですけれども、これだけでは全く、たどることができません。でこのこと自体と、それからそのロシアのサイトをわざわざ使っているということから、これを送った人というのは、それなりにというかかなり IT の知識のある方ではないかということが、まあ、容易に推測できると思います。でこれなぜそのロシアのサイトなのかということを私もいろいろ考えてみたんですけれども、実は友達にもいろいろ聞いてみました。そうすると、まあ、当たり前ですけれども、その日本のファイル共有サーバーを使うというのは、ちょっとあまりに常識的に考えてそれはリスクはあるだろうと。で、これ私は残念なことに知らなかったんですけれども、去年か何かにそのアメリカのやはりファイル共有サイトがFBI に摘発されるというふうな事件があったということです。そういうことも含めて、そういうアメリカのファイル共有、なんていうんですか、サーバーというのに関しては非常にそういう、まあ、摘発されやすいという、まあ、そういうものがもしあったんだとすれば、逆に、まあ、その隙間を縫うような形でのロシアだったのかなと、そういうことも考えています。で先ほども言いましたように、これロシアだからといって、実は私のところにこれはロシア語ができる人がやったんではないかという、まあ、推測を届けてくださる方もいらっしゃったんですけれども、ただ今ネット翻訳でかなりいろんなことができますので、必ずしもロシア語が分からなくても、アップロード自体はできるのではないかなというふうに推測は、しています。これ、まあ、実際のところ、まあ、これぐらいしかないんですけれども、そして、その問題の内容ですけれども、当然うちに届いた以上内容を見せていただきました。これがある意味うちの告発状とが書いていた以上の内容が出てきて、正直なところ大変驚いております。と言いますのが、この田代報告書というものが実際にこの間出てきました2つ目のファイルである石川議員の録音翻訳書ですね。これと照らし合わせたときに、田代報告書の虚偽性というものが一層明らかになってしまった。これはもう記憶の混同とかいうレベルではなくて、もう最初から最後まで徹頭徹尾全部、録音と全くまるっきり違っていたということが明らかになった。これは非常に大きいのではないかと思います。田代検事は、まあ、記憶が混同していたという理由で不起訴にするというような、まあ、情報が実はゴールデンウィーク前に流れていましたけれども、実際この報告書と翻訳文がここまで違うと、少しの食い違いということではなくて、全くもう本当に 100% 違うということになってしまった場合、それをその記憶の混同といって不起訴にしてしまうということが現実問題としてあり得るのかと。でまたそういうことがあった場合、当然うちの会としては検察審査会に申し立てをすることになるわけですが、果たしてここまで違うものを検察審査会がどういうふうに、まあ、審査するのか、そういう意味では、今まで異常に、この田代報告の虚偽性が高まったというふうに見られると思います。それからもう一つ今回、木村報告書というものが、3通ぐらい出てきたわけですね。で、この木村報告書というのが、またこれが非常に読ませていただくと、非常にこれも検察審査会を誘導したという意図がはっきり見られると言っていいと思います。そして本来検察審査会というのは検察の仕事を捜査するという性格を持っています。ですから検察が検察審査会に対して不起訴理由を説明する立場であってあるんですにもかかわらず、この木村報告書というのは1回目の起訴議決における検診の議決を絶賛するという非常に奇妙な報告書までができている。これはもう明らかに検察審査会2回目の検診の方に見せるために作ったとしか思われない。それともう一つはこの
もう一つの報告書に関しては、その小川氏の供述の概要部分というものを、細かく抜き出しながら、その横にわざわざ虚偽性という項目まで作って、一方、まあ、その小川氏の供述が、どれだけ、なんというんですかね、事実と違うかというか、虚偽性が高いかというものを非常に、強調するような内容に、なっている。そしてその一方で、ゼネコン関係者などの、要するに、小沢氏に、とって、有利といった方がいいんでしょうかね、検察にとって不利といった方がいいんでしょうか、そういう、小沢氏に裏金を渡しているというのではないような、むしろマイナスの証言が出たような部分に関しては、相手が病気だったので十分な捜査ができなかったというふうなことが書かれている、つまりその小沢氏に有利な、小沢氏にすみません、検察に有利な、証拠というもの、つまりまさに起訴にするための証拠が出てこなかったのは、相手ゼネコン側の方にいろいろ捜査時間が足りなかったとか、相手が病気だったというような理由があったからで、再捜査をしたらこれは十分に起訴、なんていうか有罪になるんじゃないかというようなことが、十分伺わせる、少なくとも素人の方だったら当然思うような、そういう内容の報告書であったと。でそういうことも含めますと、これは私がざっと読んだ感じではありますけれども、本当にこの報告書というものが、何度も申し上げているように供述調書と違って署名捺印がいらない、つまり捜査官が勝手に、作ることができるものであって、そういう意味では裁判においても、ほとんど証拠として顧みられるものではないと。そういうことを知らない審査員がこれを読んだときにどう判断するかということを考えると、これはもう非常に、危険なというか、明らかにもう検察が検察審査会をご誘導させて起訴に持って、強制起訴に持っていこうとした、ある意味動かぬ証拠と言っていいものではないかと思います。こういうものが、一気にネットに流出してしまって、誰でもが確認できるという状況になってしまったがゆえに、逆にバイアスがなく多くの人がそのものを見ることができたという意味で、非常にこれは大きな出来事ではないかというふうに思っております。そしてまたこれを受けまして、昨日おとといでしたっけ、読売新聞さんの方から、この斉藤報告書のアンダーラインの部分というのは斉藤さんが全部引いたわけではなくて、その上の佐久間部長が引いたり、あるいはその書き直した部分もあるというふうなことが報道されておりました。読売さんが報道されるぐらいですから、きちっと裏をと当然取られたものだと、で確証があって書かれたものだと思います。それを踏まえますと、もうこの事件、この虚偽報告書の作成というものが、単独の判断に、それぞれの検事さんたちの単独の判断によるものではなくて、完全に組織的なものであったということは、もう紛れもない、事実として私たちに突きつけられてまいりました。このことに対して検察がどういう対応をするのか、そしてまさにその報告書がゴールデンウィークの中で流出したという状況の中で、まさにこの月曜日、ゴールデンウィーク明けに最高検察庁の方から私の方に、この事件について最高検で直々に調査をする、捜査をするという連絡が入ったということは、検察の一つの今後の動きというもので、私としては基本的に希望的な観測を持ちたいですから、ちょっと最高検察庁が自浄努力というか、海を出そうと乗り出してきたかなと、乗り出してくださったかなと、そういう希望を持ちたいところだと思っています。ということで、大体状況をかいつまんで説明させていただきました。このファイル流出の経緯、それからその報告書の内容はもうダウンロードしていただいたら、どなたでも今読めるような状態になっているわけですけれども、それ以外のこと、あるいは当会の告発につきまして、何かご質問とかございましたら、ございますでしょうか。ありがとうございました。訴訟者幹事社から何点か、はい、ちょっと数字の確認なんですけれども、はい、まず告発状の受理、何日付で受理というふうに、昨日付けです。昨日付け、はい、その5月の7日7日付けですね。はい、で、昨日電話があったのはどちらから連絡が、最高検の事務課からです。他にその
びりしましたっていう以外何か言われたことってありますか？何か言われたとか、非常に丁重な形で受理したということと、最高検の方で捜査をさせていただきますというふうな言われ方をしました。で、この告発状自体は、実は私たちは刑事課に出した、東京地検の刑事部になるの？刑事部に出したんですね。と言いますのが、その前の田代さん の告発というのが、刑事部扱いになっていたので、届けた時も刑事部の方が降りてきて、刑事部で受け取られたわけなんですけれども、それが最高検で扱うことになったという、そういう流れですね。あとメールの流出、メールの件なんですけれども、はい、再確認ですが、こちらの宛先には心当たりは全くないし、以前も同じようなアドレスから受理されたというような記憶はないですか？ありません。というか、こういうロシアのメールというのは、いわゆる迷惑メールですね、そういうものはもう明らかな迷惑メールというのは受け取ったことありますが、この手のものというのは全く初めてです。それで実を言いますと、この、ボボチャカ JP のヤンデックスル、これ実を言いますと、もちろんリンクを踏む前に一応ちょっと調べてネットで検索したんですね。それでこのリンク先の一番最初のナロードルというのをまずネット検索、ドメインをネット検索しましたら、ロシアでは有名なファイル共用サイトであるということが分かったと。で、しかもその母体というのがそのヤンデックスという会社であるということが分かったんですね。で、今度ヤンデックスというこのヤンデックスというのがまさにこのメールアドレスのドメインになっているわけですけど、このヤンデックスというのを調べると、ロシアでは有名なヤフーみたいな、ロシアで一番その使われているポピュラーな検索サイトで、ヤフーと同じように無料メールアドレスとか、そういう、無料そういうファイル共有とか、そういう機能を持っている非常に大きな巨大ポータルサイトだということが分かりました。それもあってちょっと安心してリンクを踏んだということもあるんですけども、でこのメールアドレスに対しては5月3日付、翌日付で私は返事を書いてます。でいわゆる返信という形で、ちょっとこれが何語で書いていいのかちょっと迷ったんですけれども、一応間違いなかろうと思って英語で、私たちはこのような重要な資料を送っていただいたことに関して非常に感謝をしていると、もし他にこのようなものがあったらまたぜひ教えていただきたいという英文を書きまして、このアドレスに送りました。そうしますとエラーで要するに宛先がありませんという形で戻ってきてしまいましたので、このメールアドレス自体はもう削除されていると思います。あるいはひょっとしてその時点でのたまたまメールサーバーの問題かもしれないので、ちょっと日にちを置いてまた試すということも考えてますが、とにかくその時点では帰ってまいりました。でその時にたまたまこのボボチカっていうのを、なんとなく思い立って、これもひょっとしてロシア語かなと思って、そこに鍵があるかもしれないと思って、これも検索してみたんですね。でそしたらリトルジョニーというのが出てきて、英語だとなんかリトルジョニーというのが、ロシア語だとボボシカというものになるんだそうです。でそういうのを見ると、少しロシア語の知識のある人であるのかなという気はいたしました。はい、管理者から以上です。他に質問ある者はお願いいたします。はい。確認ですけれども、はい、最高検から連絡があったのは昨日ですか？今日。昨日です。昨日、今日付で受理をしましたという連絡が昨日ということです。そうです。はい。で、出された時は警察庁の事務方としては地検の刑事部の方が受け取ったと思うんですけれども、はい、宛先は最高検察庁でしたよ、ね。一応最高検察庁でした。はい。質問のある者いらっしゃいますか？じゃあこれで、通信社の鈴木と申します。はい。最初にその個人ブログの方にアップ、公開された時は、はい、まだ確認してほしいっていう趣旨で、本物かどうかを確認したいという趣旨で公開されたという。そうです。でその後実際公開、本物だということで、はい、で改めてこういったまあ裁判資料、はい、普通だったらまあ表に出ないようなものを、そうですよね、このネット上にずっとやると、先ほどロシアの方でもう流出とおっしゃってましたけど、はい、多分普通の人はここでなかなかそこにあるのかわからないからこそ、これを送りつけてきたと思うんですけど、はい、私的には八木
木さんの市民の会としてこれをまあネットに公開したみたいな受け止め方になると思うんですけど、はい、その点についてあの裁判資料を出すということについての、まあ、当時の思いと、はい、まあ、改めて今、まあ、こうやってあの多くの人が受け取るような形になった点についての、まあ、なんて公開というのを教えてください。はい、まず一つには、まあ、その裁判資料が公開されるかどうかということに関して、私はこれは何ですか、まあ、表現の自由とか公益とかいう問題になっていきますと非常にもっと深い話になってしまいますので簡単に申し上げることというのは非常に難しいとは思うんですけれども、ただこの事件というのはこれだけいろんなところで話題を持っている事件であるということと、まさしくその私たちの出した告発状がまさにこの報告書、つまり私たちの報告告発状というのはあるのかどうかわからない、あると聞いているけど実物を見たことのない資料というものを根拠にした告発状だったわけですね。でこれはちょっと非常にデリケートな告発でもありまして、私たち自身はそういう報告書があるということに関して複数の情報源から、ほぼ確信は持っていましたけど、それを持っているという人は現実に誰もいらっしゃらない。ですから検察の方にそんなものはないと断言されてしまうと、もうこの告発自体は一瞬にして無効になってしまうという、ちょっとそういう微妙な告発状ではあったわけなんです。ところがこれが出てきたことによっていきなり私たちの告発状というものの、有効性が俄然強くなったと、いう意味では、やはりこの告発状が表に出たというのは当会として、私たちの会としては非常に、なんて言ったらいいんでしょうね、ありがたいというのとはちょっともうちょっと複雑な気持ちがあるんですけれども、まあ告発の根拠が裏付けられたという気持ちは非常にございます。ただ嬉しいかと言われると、正直言いましてこの内容を読んで、これほどのものとは思わず、ちょっと正直愕然としているというか、私たちの想像をはるかに超えた、まあ、内容、まあ、はるかに、犯罪性が高かったと、そういうふうに考えています。でそういう意味ではやはり、これは多くの人に見ていただくことによって、この検察、特に、この問題を検察が田代、検事を不起訴にするかもしれないと、当然この文書というのは検察は読んでないわけはないんですよね。これを読んでいながら検察が、田代検事を不起訴にし、記憶の混同という言い訳を真に受ける形で不起訴にしようとしているんだとすれば、それはもう全く本当にとんでもない話であって、そのことが、本当に公然に明らかにされたということというのは非常に大きなことではないかと思います。それからもう一つ、これはなぜ私の個人会議の方のサイトでなくて私の個人ブログで公開したかということなんですけれども、これはちょっとどうしようか非常に考えたのですが、会議の方のホームページからリンクを貼って公開という形になった場合、もしもこの報告書というのが全部捏造であったという場合、会議がやっぱりある程度責任を追及された場合に、会員の皆様に迷惑がかかると。で私の個人ブログで私の個人の、行動としてやった場合、まあ、最悪、これが非常に巧妙な捏造であったということであった場合に、まあ、私が責任取って申し訳ありませんでしたと言ってやめれば済むことだと、そういうふうに判断をいたしました。それともう一つ、その一旦ダウンロードしたものを例えば会のサーバーとかに格納した上で簡単にワンクリックでダウンロードできるという形をあえて取らずに、ロシアのサーバーの、アドレスというものをそのまま置いたというのは、まさにダウンロードする皆さんにどういう状況で届いたのかということを、まあ、知っていただきたかったという、そういう気持ちもあります。やっぱまあ内容確認された本物だとして、それがまあ、はい、まあ、広くいろんな人に知ってもらいたいというような内容だから、まあ、その後もちょっとそこにアップし続けているという理解です。あ、私がブログを消さずにですか？というか消さずにも何も、もうその日のうちに数千人の人がダウンロードしちゃったわけですから、今更消したってほとんどもう意味ないですよね。でしかもそれがあちこちもうすでにいろんなところで転載されてますんで、もうここまでで打ち止めみたいな形で消したところで、それってかえっていかにも私が証拠を消したみたいな感じですので、もうこうなったらあとどんどんデジタル資料というのはコピーされる運命なので、ほとんど意味はないと思ってます。他にありますでしょうか？そうします。
ました。これで、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。名刺持ってきますので、はい、どなたが出席されたかをちょっと確認させて、はい、健全な法治国家のために声を上げる市民の会の、代表の八木さんのインタビューをさせていただきたいと思います。先ほどの会見、司法記者クラブで行われた会見のぶら下がりです。昨日、告発状が、受理されたということで最高検から、八木さん宛に連絡があったんですけれども、これは異例なことで、普通は受理されたとしてもそれは決まりがルールがないということで、向こう側から、告発人に対して連絡は、これまではなかったわけなんですけれども、今回告発を受理したという連絡があったということに、関連 してるのかなと考えざるを得ないのが、こちら配られたメールで、八木さんに送られてきたロシアの、これなんて言えばいいんですか、サーバーを経由したと。サーバーの経由とはちょっと違いますよね。なんて言ったらいいの、ファイルダウンロードサイト、ロシアのファイルダウンロードサイトから送られてきた、報告書と、田代報告書と木村報告書、田代、木村、斉藤、田代、木村、斉藤、この3人分の、報告書全6通と、はい、それからその石川議員 の、 IC レコーダーでの録音全文、はいはい、が、何者からか送られてきたということですね。はい、まあ、最高検が受理して、捜査に当たると、はい、いうことですし、かなりタイミング的にもこの流出とかぶっていて、本気度がうかがえるんじゃないかなという気がするんですけれども、ね、7人告発されてます。はい、はい、今後の展開といいますか、どういうこの展開になっていくんでしょうかね。分かんないとは思うんですけれども、それは。そうですね。はい、だから今回の場合、だからまさに、うん、はい、問題は検察の犯罪ということですよね。はい、で、検察という捜査機関が、まあ、犯罪を犯した場合に、どこが、裁くのかという、はい、まあ、まさにそういう問題になってくるわけで、それは本来は検察審査会が審査するということになっている、はい、ところが、その検察審査会を検察が、騙していたという、まあ、これ、とんでもない事件でしょう。はい、うん、でその全貌が実はこの告発の報告書によって明らかになったというのが、この例のゴールデンウィークの騒ぎだと思うんですよね。つまり私たち自身もこれは由々しきことだという意識も認識もあったわけで、告発状を出したり質問状を出したりしてるわけだけど、いかんせんその肝心の田代報告書の実物さえ見てない。だからそのあくまで新聞なんかの報道で田代報告書が録音と食い違ってるとか、はい、そういう話でしかなかったわけですよね。でその断片的に分かってるものを突き合わせただけで、これは十分犯罪じゃないのと。でしかもどうも私たちが調査していった結果、田代報告書以外にも報告書があって、はい、まあ、虚偽という立証はね、その IC でレコーディングしてるわけじゃないから、はい、その虚偽の立証は微妙であるとしても、うん、やはりかなり小沢さんをまあ、起訴に誘導する、はい、意図的にもう、うん、もう非常に意図的に作られたものらしいということが、まあ、情報として入ってきた、はい、だけどそれはあくまで情報なわけですよ、うん、証拠がないんですよね。証拠がない、うん、はい、でその証拠がない状態で告発状というのは本来非常に無理があるわけですよね、うん、だけどもじゃあだからといって何もやらないでいたら、はい、文字通りもうこれはもみ隠しもみ消しで終わっちゃうのが見え見えだし、はい、しかもその田代も不起訴になるらしいみたいな話になってると、でそれはねやっぱり違うだろうと、はい、こんなね世紀 の、はい、ある意味検察始まって以来の大不祥事を、はい、そんな簡単にうやむやにされてたまるものかということで、これはだからある意味ね、この告発状というのは推認告発状なんですよ、はい、まあそうですよね。その前に質問状という形で出して回答が来なかったので、じゃあもうそれでは質問に答えてもらえないならうやむやになってしまうから、証拠はないけれども告発を、そう
ということだったんです。まさにそういうこと。だから文字通り推認告発状なんですよ。ね、危ないですよね。そう、だからそこが非常に微妙なわけだったわけですね。うんうん、はい、でそこにまさにその証拠がどさっと届けられたわけでしょう。変な言い方すれば追い風が吹いてきたようなものですよね。もう追い風も追い風ですよね。はい、八木さんにとってはまあそうですね。まあ、告発状、その告発状じゃない、報告書、届けられた報告書を見てみて、石川さんの、文字起こしと録音を起こしたものと照らし合わせてみて、全く内容が違いすぎると。全然違うもんね。180度違うんだよね。これを記憶の混同というにはあまりにも無理がありすぎ、ありすぎる、そして単独犯とは考えにくいと、田代さんが一人で考えたものだとは考えづらいということで、ここまでも1から10までで仕上げることを田代さんがやったのかとしたら、もうこれは本当にすごいことだし、それともう一つは一緒にまあ流出したこの斉藤報告書、それから木村報告書ですね。これも見ると内容がもう本当に相当な悪意を込めて、あの検察審査官の審査員をあの小沢起訴に何が何でも誘導してやろうというのがもう見え見えでしょ。見ればだからそれも説明するまでもなく見たら分かるわけですよ。だからこういうものが、ね、明らかになることで誰が見たってもそれが明らかになってしまったというのはもう本当にすごいことですよね、すごい。私自身も、まあ、情報は得てたからうすうす聞いてはいたけど、ここまですごいと思います。露骨にでももちろんそれに先立ってファクタとか、週刊詐欺なんかでも記事になっていて、まあ、だからそれはある意味私たちの告発状を、まあのまあ、私たちはそういうものをある程度裏付けとして告発で書いたわけなんだけど、でもそれに比べてもやっぱりこのオリジナル側の破壊力というのがそんなもんじゃないでしょう。まあ確かに週刊詐欺の記事もすごい頑張って書いてはいるけど、でもこの破壊力では勝てないよね。現物には。っていうかもう誰でもがこうやって比べ合わせられるっていうのはすごいですよね、こんなことだから本当に始まって日本の司法の歴史の中でも始まって以来のことだと思うし、まあ、検察史上も当然始まって以来のことだし、まあ、もちろんそれを言うんだったらその偽報告書というもの自体が検察始まって以来のことだと思うんですが、これ受理されたはされたんですけれども、まあ、不起訴になる可能性もありますし、まあ、そうすれば検察審査会の方に行くんでしょうけど、かといってここまで、のものが出揃っている中で不起訴って持っていくのはあまりにちょっと、そうですね、まあ、検察自体ね、無理があると、無理ありすぎですよね。無理があるということはどうなるの、この7人はどう。だからそれも踏まえて、わざわざ最高検で扱って、もうこれだから地検で扱えるような問題じゃないということで最高検で扱って、なおかつまあその、ね、この流出に関しても結果的に当事者になってしまった私に対してきちっと連絡をするということなのかなというふうに私はちょっと考えたんですよね。まあ、もう読売が書いたように佐久間さん、佐久間さんですね、佐久間さんが、報告書にアンダーラインを聞いていたであるとか、そんなことまでも出るようになっちゃいますね。出ちゃってますから、僕関係ないとは言えないですよ、ね、わけですよね。でも報告書がもうだからもう完全に組織ぐるみでやってたってことが、組織ぐるみとしかもう そうですよ ね、 そうね、この出回ったものを見比べて記憶の混同はありえないと、で裁判所もそれは無理があると、そうで、しかもその読売のスキュープが出ちゃった以上、もう佐久間さんにしたって、あの虚偽だとは知らなかったって言い訳全く通用しないわけでしょ。しないですよ、ね、全く、だから今までの検察の、だからこのストーリーとしてあくまで、まあ、ちょっと無理筋のところはちょっとあるとしても、あくまで田代は記憶の混同だったと、記憶の混同で勘違いしたんだと、で上司の佐久間は全然知らなかったんだと、まさか虚偽だなんて思わない、で、まあ、斉藤とかも一切知らないと、まさか虚偽だなんて思わない、だから一部引用したんだみたいな話だったのが、もう全部一撃で崩れてしまいましたもんね。無理に、記憶の混同で通そうと思えば、少しは可能性はあったかもしれない、そうこの間までなるね、まあ、もちろんそれはないだろうというのはあるにしても、ただ、まあ、強弁しようと思ったらそれでいけたものがもうこれでちょっと無理でしょう。じゃあ明るみに出ちゃってますからね、
だからそういう意味では、まあ、今回の場合検察、まあ、警察もそうだけど捜査当局自体の犯罪というのは、はい、捜査する側が逆に証拠を隠そうと思えば何でもできちゃう、はい、だからもう田代が明らかな罪を犯しててもそれを握りつぶそうと思ったら握りつぶすことができたかもしれないという、うん、はい、状況だったわけですよね、はい、でそれ自体はすごく大きな問題なんだけど、それが今度このネット流出ということで綺麗にひっくり返されてしまったわけでしょう。もうこの展開本当に誰も読めないですよね。読めないですね。読めないし私も見てびっくりした、うん、やっぱ会見でも先ほどの会見でも八木さんおっしゃってましたけれども、市民の会自体がネットを主に、特色として成長してきたというか活動を行ってきてここまで大きくなった、まあで今回も、の流出もやっぱネットを通しての流出 で、ね、事態が動いたので、そこれやっぱもう、ま、もうね、新しい展開ですよね、これまでのものと比べても、うん、文字通り、うん、でそういう意味ではうちの会の、オフィシャルデビューというのもだからこの YWJ の放送中継なんですよね。ずっと追いかけさせていただいてますね、そうですね、新しい展開ですよね、うん、ここまで明るみにならなかったですもんね、ネットでなければ、うん、ちょっとまあいくら隠し通そうと頑張られてるとは思うんですけれども、そうですね、だからこういう流出といえば尖閣ビデオ問題というのがまあありましたでしょ、はいはい、であれの場合はまあ罪状としては国家公務員 の、はい、あの守秘義務違反ということにはなるんだけど、はい、ただあのビデオ自体はそんな実際ぶっちゃけ大したもんじゃなかった、はいはい、まあ、ただ話題になった事件でしかもビデオってことが新しいから非常に話題にはなったけど、うん、出てきたもの自体はなんか事件を根本的に覆すとかそういうものでは全然なかったわけで、なんだこんなもんかみたいな、むしろそういうものだったわけでしょ、はい、でその一方であの事件の教訓というのは、うん、あの日本のネットカフェでアップロードしたら簡単にバレるとそうですね、あの時は Google かなんかで、うん、そう Google があっさりもう言っちゃったんだよね、はい、そんなに Google 口軽いのかみたいな、調査当局がちょっと質問したらすぐそういう情報開示しちゃうんだっていう、まあ、その2つが、まあ、ある意味特徴的だったわけですよね、うん、はい、ところが今回のこれの場合っていうのは、あのまずその流出した内容自体がそういうもんじゃなくて、本当にもうあのそういう捜査自体をひっくり返しかねないような、うん、あのものが本来絶対表に出たらならないようなレベルのものが出てしまったということと、やり方がはるかに巧妙ですよね、うん、だからもうその尖閣ビデオで学習したのかどうか知らないんだけど今回うっかり Google 使ったら危なかったですもんね。まあそうですよね、うん、そこを学習してロシア、うん、恐ろしい恐ろしい話です。いや本当にこれは、うん、だから、まあ、どこが流出させたのかっていうのは、まあ、いろんな意見も私のところにも届いているし、いろんな考え方もあるんだけれど、ただね、あの動機ということを考えた場合、流出、八木さんに送ってきた人間の動機ですね、うん、はい、を考えた場合、だことを考えた場合結構まあ手の込んだことをしてるわけですよ ね、 そうですね、そのロシアのサーバーを経由するという、はい、でそれを考えるとやっぱり出来心でポッとやったとは思いづらい、やっぱりちょっと考えて、うん、あの作戦立ててというか計画練ってやってますよね、うん、何かしらの意思があっての行動ですよ ね、 ですよね、うん、愉快犯とかでは決してない、いや愉快犯かもしれないんだけど、でもそれにしてってちゃんと計画立ててますよ ね、 そうですね、簡単になんかあの捨てメールアドレスで添付ファイルで送るとかそういうことじゃない、もうちょっとなんか巧妙なやり方を考えてる、うん、でしかも誰でもダウンロードできるみたいな形にしてるという意味でもね、うん、どこまで広がるかっていう期待も込めてやったことなのか、うん、まあおそらくそうだと思うんですよ、ダウンロードサイトにしてるっていうことはね、八木さんがこの送られてきたにあたって、まあいろいろ先ほど会見でもおっしゃってたように事実確認のために1時間半費やしたりいろいろしたと思うんですけど、これアップするにかけて、自分が疑われるとかであるとか、捜査の対象になるとかいろいろ思い浮かんだと思うんですけれども、もしよろしければその辺の、あそれはね、はい、一応だから、はい、あのなんていうか、まあ、まずダウンロードするまでにまあ逡巡があって、うん、でも一応まあダウンロードして中身を見たらとんでもないと、はい、でただ一応これ公開するかどうかということになったときに、うん、一応まあその、まあ、うちの会の弁護士チームとかにも相談はしたんですよ、はいはいはい、うん、でその時に、まあ、弁護士の純粋な見解から言うと、うんうん、罪にはならないと、はい、罪にはならない、アップしただけでは罪にはならない、うん、そうじゃない、うん、
いや、アップしたというか、まあそうね、リンク先をアップしただけでは罪にならない、はいはい、でなぜかというと、うん、この場合法律がどういう法律が当てはまるかということを、まあはいはいね、プロが考えるわけですよ。でそうすると流出元がもし、うん、例えば国家公務員であったら国家公務員の守秘義務違反とか国家公務員法違反になる、要するに尖閣ビデオと同じですよね、はい、具体的に言うともし検察の人がやった場合、はい、うん、で弁護側がやった場合は刑法280何条かの4っていうのがあって、弁護資料を弁護人もしくは被疑者が流出させては、要するに公開してはならないという規定がそこに抵触するわけですよ、はい、だけどそれは弁護人か被疑者の人がターゲットであって、それ以外の人とは仕事も書いてない、だからそういう意味では私が公開してもどっちにしても抵触しないから、罪、法的には絶対罪にはならない。立場によってその適用される法があって、それには八木さんは触れないということですね。絶対触れない、うん、ということでその被疑者には絶対にならないと、まあ、ただその倫理的な問題とか、うん、まあ、それはね、はい、全く別の議論になると、はい、うん、でそこで私はちょっと考えたわけなんだけれども、うん、その倫理的なことを考えたとき、むしろこれは皆さんに見ていただいた方がいいものだと、うん、でつまりその個人のプライバシーを暴くとかそういうものではなくて、これって本当に検察の犯罪をまさに立証する 書面であって、なおかつその検察の犯罪というのが、まあ、適正に捜査されているとはとても言い難い状況で、うやむやにされそうになっていると、はい、隠そうと思えば隠せるものです、うん、で実際その田代不起訴なんていうのが流れてたような状態ですから、はいはいはい、だとしたらもうこれを逆に公開することによって皆さんに事実を知ってもらうしかないと、ということで、まあ、これはもう公開するしかないという、うん、まあ、届いた時点では本物かどうかっていうのはすぐに確認はできないんで、だから一番それが心配だったわけですよ、はい、つまりもし、うん、この分量が分量だから 2,3 枚ならともかく、うん、これだけのものを全部偽造っていうのはちょっと常識的に考えて、手込みすぎてる、手込みすぎ、うん、何枚でしたっけ、160枚、うん、だからね、ちょっと常識的に考えて全部偽造というのはありえない。ただ一部偽造とか、今フォトショップとか非常に巧妙じゃない、だから一部だけ変えるっていうのはあるかもしれないっていうのがあったわけですよね、はい、重要な特にポイントになるようなところを変えるとか、うん、だけど、まあ、パーッと見た感じにおいては、うんうん、まあ、ちょっとそういう切り張りの跡というのはとても考えられないんだ、ないんだけれども、はい、ただその捏造されている内容であるということはちょっと確認できない、うん、でそこでまあちょっとその本物であるかどうかをどう確認するかですよね、うん、そうですね、うん、でところがそのマスコミ関係者なんかでそれとなく持ってることを匂わせてる人というのはいなくはないんだけど、はいはい、一応あくまでみんな持ってないというのが建前、うん、だから、まあ、もちろんそうです、ね、やっぱ教えてくれないわけですよ、持ってちゃいけないものですからね、うん、普通は、ね、はい、でそうなるとこう聞いて教えてもらえるわけでないんだとすれば、どうこれを確認するかということになったら、やっぱりこれもそういう意味でもこれはもう公開するしかないと、うん、ただしあくまで何て言うんですか、まあこう本物を公開するということじゃなくって、こういうものが来たのでという単に事実を言うだけ、うん、こういうものが来たので、まあ、有志の方確認してくださいという形で出すんだよは嘘ではないと。でそれと万が一捏造であった時のことを考えて、やっぱり会のサイトに公開して、はい、もしね捏造だったとかいうことになった時にやっぱり会に傷がついちゃうので、あくまで私が個人でやって、その上でまあ最悪捏造だったとか最悪なんか問題があったっていうことになった場合は、まあ会長のやりが責任を持って辞めますということで、まあ最悪の場合ねそれで済むじゃない、うん、それでまあね、京屋さんとかがもうとんでもないことでございますとかって言ってくれるそれはもうね、それはそれでなんとかなるかなと思って、それでもうあくまで会とは切り離して、私のまあ個人名で、私の個人ブログで、しかもダウンロードしたものをどっかにアップし直すとか、はい、で実を言うとね、ちょっと個人名とか出てるところをその黒塗りにした方がいいかなというのもちょっとよぎったわけね、配慮、配慮、はい、ただそれをやっちゃったら逆に私がかい、まあ、たとえその善意でちょっと黒塗りとかした場合にあっても、うん、逆に編集歴残っちゃうじゃない、そうですね、うん、でその時に結局八木が編集したってことになったら、それはやっぱりね絶対まずいなと思って、もうとにかく手を触れずに、うん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 、信憑性が変わってきますからね、まうん、だからもうとにかく手を触れずに、なおかつその一旦ダウンロードしたものを変にリンク貼るんじゃなくて、もうロシアのサーバーから直接、私はこの状態でダウンロードしたんで、皆さんもその状態で自己責任でやってくださいと、うんうん、相当な反響ありましたね、ありましたねあんなすごいとはね、まあ、しかもゴールデンウィークで雨だったでしょう、はい、家にいてネット見てしかも暇だったから雨、はい、天気悪いし、そうですね、うん、
あと割と早い時期に有田さんが本物確認してくれたからね。そうですね、うん、ああ、そうですか。だから逆に私ね、本物確認にもっと手間取ると思ったんですよ。ああ、そうですね。普通はちょっと思いつかないとか簡単にできるものではないですよね、うん、そうそうそう。だから多分マスコミでうすうす持ってるところはおそらく口をつぐむだろうから、もちろん、うん、そうなると本物確認ができるっていうことになると、うん、もう検察か弁護団か指定弁護士しかいないわけでしょ、うん、でその辺がね、だからコメントを出すとかっていう騒ぎになるとしたら、私はもう本当に週明けのだから火曜とか水曜とか、うん、早くてね、はい、うん、になるかなと思ったら、意外に速さでもその日、まあ、そこがやっぱりネットの操作です。その日のうちにも有田さんがまあ、特定して、でしかもまあ夕方になって郷原さんが特定して知ってたんじゃないか、思いたいな持ってたんだみたいな、あんなに真空事故で同席してんのにみたいな怖いですね、怖いですね、郷原さん怖いですよ本当にね。いや、スピードが速くてもう何が何だかついてても大変なんですけれども、うん、もうネットですよね、それも、うん、事態の展開の速さが、うん、ちょっと来週には何が起きてるか分かんないですし本当分かんないですよね、うん、これで本当にだから田代不起訴かどうかっていうのも分かんなくなったし、うん、で、まあ、小沢氏の控訴なんかもどうなるかという感じは、うん、明日ですよね、明日ですよね、まあ、そういうこともありますし、うんうん、あとそれとまさにうちの告発状を、うん、まあ、最高検が受理して、それがどういう流れになるのか、はい、うん、ですよね。いろいろ絡み合ってはいますね。絡み合っていますね。本当に読めなくなりました。読めないですね。一つ一つが読めない。全体の流れなんて読めるわけ。面白すぎる。面白くしちゃよくないんだけど。うん、なんかもう本当に事実は小説より気軽みたいな感じになっちゃいましたよね。しかもネットがキーポイントっていうところが、もう本当今的というか、てんやわんやですよね。ですよね。今までの手法が通じないですから。通じない。隠してるもんが出ちゃったり、うんうん、そうですよね。警察も大変だなと思いますよね。思いますよね、うん、尻尾を切って済む問題じゃないですもんね、前田健二だのは。これはね、もうだって無理でしょ。無理があります、どう考えたって、うん、しかもそのね、あのアンダーライン佐久間、あのね、斉藤さんの報告書にアンダーラインを引いたのはね、佐久間部長だみたいな話までもう出ちゃった以上は、ちょっとこれが流出したことで検察も対応、まあ、考えを変えざるを得ないというかですね、ですよね、うん、事態が一気に深刻になってきたというか、それでなんかあのこれは昨日ぐらいの話なんだけれども、はい、あの小川大臣がなんかこの件について、はい、あの捜査をするとかさせるとか、なんかそういうことをおっしゃったと、うん、まあ、検察関係の人もそういうことをおっしゃったということで、はい、あのこの流出事件そのものを事件として捜査することになるかもしれないと、はい、でそういう場合、まあ、八木さんのところに任意で事情聴取というのはあるでしょうという話はあったんですよね、はい、でそれと同時に、まあ、最悪の場合公安事件としてうちにガサ入れが入るかもしれないとかで警告まで受けて、私は被疑者でもないのになんでって言ったら、うんうんうん、あのガサ入れというのは被疑者じゃなくてもされることというのが公安案件の場合あるんですって、はい、だから、まあ、嫌がらせも含めてそういうことがないとは言い切れないと、常識的にはありえないけど、今もう検察はこんなものが出ちゃってもう相当青くなっているから、うんうんうん、本当に 何でもやりかねないみたいな状況だとしたら、はい、絶対ないとは言い切れないみたいなことまで、私なんか複数の人から昨日連絡を受けて、はい、とかって言ってたで、ちょうどその矢先にだからまさに検察庁から電話があったんで、はい、出たと思ったら、はい、まあね、受理の話だったというのはあるんだけれども、はい、ただ逆にそのもしそういうことでうちにまた、まあ任意でお話を聞くということであれば、別に私は包み隠さず、はい、まあね、もう今日記者会見で配ったぐらいだからこういうものが来ましたと、はいはい、提出することには何の問題もないし、うん、あと勝手に捜査されるんであれば、うん、なさったらいいですし、うん、で、まあ、もしうちが再入れされるんだったら、ユースト中継やりますよ、それはそれ呼んでほしいな、うん、でもそれをやったらもう弾圧でしょう、完全に。そうですね、しかも弾圧する相手がちょっと悪すぎますね。てか告発、自分たちを告発してる相手をさああそういうことするってさ、ああちょっとこれはもう露骨に弾圧ですよね。ああ、うん、まあ、だから私はね、そこまではいくら検察のその青年将校的な人たちがちょっとおかしくなってるからといっても、そこまで検察はおかしくないとは、まあ、もちろん思
痛いですよね、うん、ただまあもしあったら、うん、郵送中継見てますかっていう僕は本当にそんなことやん、ガサ入れなんてするべきじゃないっていう、するべきじゃないと相手が悪いと、うん、そう八木さん、うん、ガサ入れはちょっと 火に油注ぐようなもんですから、うん、もう本当これ以上追い詰められたいのかと、うん、てか検察庁に多分抗議電話殺到するよね。そうですよね、うん、おとなしくちゃんと捜査を、いやだからもう本当にそういう意味ではまさに昨日の電話というのはそういうことじゃなくって、もうちゃんとうちは本当にちゃんと捜査はするからという意思表示というふうに私は通ったので、これはもういい意味で検察にやっぱりちゃんと事情努力はあるんだと私は信じたいですから、基本的に、うん、だからもうちょっと、まあ、そうですよね、電話そのものが今まで田代検事と前田検事で告発状を出してますけど、告発状受理したっていう電話は今まで来てなかったものが来てないですし、で今までも必ず聞いてるんですよ、受理したら知らせていただけますかって、そうすると必ず、いやそれはうちそういう規定はないのでということで、そういうシステムではありませんと言って、受理通知もなければ受理を知らせるということもしないということは言われてるし、今回出した時もはっきりそう言われてるんですよね。あ、そうですか、うん、にもかかわらず、まあ、わざわざ知らせてくださったっていうのはかなりはっきりした意思表示、まあ、捜査をするという意思表示かなと私は非常にいいように解釈した。事情作用が働くかどうかっていうとこですね。じゃあもう、今瀬戸際ですよね、それは。まあ、電話が1本かかってきたことが大きな意味を持つかもしれないということですね。ありがとうございました。また何か展開がちょっと読めないですけど、何かあったらぜひまたよろしくお願いします。ありがとうございました。聞きます。